はい、ジュンジーです。では愛はなきるさカラフルジュンジー、続きをやっていきましょう。このルーミアステージですね、まあ、本当に懐かしいですね。回想してるかのように、まあ、私の第一作品目の、まあ、の自作愛はなですからね、本当はねここにあの壊すギミックがあるんですけども、これ一回下まで降りなきゃダメかな。おーおー、いいね、調子いいね今回。うわやっぱりよし。あとですね、この針の色が画面の下の方の背景と結構同じような色をしておりまして、なのでエンコードすると見づらくなってしまってる、もしくは見えないかと思いますけども、そこはご了承くださいということで、うん、結構ねここの配置難しいのよ。よいしょ、なかなかいけないね。そこで当たるか、ワンジャンでくぐって、ほよし来た、よし来た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 、来れました。おい、この区間、あ、右のギミックないけど、なんか怪しいね、あれ多分なんかあるね隠し宝石だと思うな、あれは。ここのジャンプキワキワかな、いけるか、いける、よし、で行くよ。待ってね、タンタン、よし行ってみましょう。何かな、ほい、うわ、隠しアイテム来ちゃった。じゃあ行きましょうか。ちょっとこれボリューム、ちょっと待ってください。また背景激しいねこれ、うんちょっとボリューム下げました。ここ若干大きいんで、あ、待ってこの隠しアイテムが巻きルームになってるぞこれ。わお、青いい感じで来れたのに。なるほどね、これ面白いな。え、そうすると次のルームは巻きルームじゃないのか、どうなんでしょう。よっ、あ、来た、このチャンスを無駄にすんな。よし、 OKOK、 相変わらずやらしいところにセーブ置くね。原作の制作者通りなのか分かんないけども、おお、うわー欲しい。ちなみにこのアイテムルームのあのアイテムは一体何なんでしょうね。あれオートガンとかかな、なんかそんな感じしますよね。バレットな感じがするけども、まあいいか、とりあえず取ってから考えよう。まあ、考えると言いますか答えは出てしまうでしょうけどもね。来たよ、あ、嘘、なんでそこよ、もうちょいだったのに。あー、いけない、マジか。一マスハリネズミちゃんあるね。お、来た、 OK、 ありますねそこに。ちょっと限界まで、待て、宝石ちゃんがある可能性もありますから、この辺で取って、タンタンで、あ、タンタン、あ、くそ、ここ越えた後にあれ動かないよね多分、ですよねっていうか、うわん、ちょっとした期待は持ってるけども、多分ことごとく打ち砕かれるでしょう。あ、しまった、ちょっと足んなかったな。来た、あ、うわ、壁か、壁っちね。ほ、よし、さあ来たよ。あ、やっぱ動かないね。じゃあ行きますよ、いけっかなこれ、待ってね。あー久しぶりだな、あー全然ダメだ。一マスネズミ頑張るぞいということで2回目いくよ。あ、くそ、緊張こそ敵ということなのか、それは分かりませんが、しかしこの背景目チカチカしてくるな、恐ろしい。早く突破しないとまずい。うわ当たっちゃう、そこなんていう、なんてこと。よいしょ、あれなかなかいけないね。よし、行くよ。ほっ、あ、くそ、マジか、低すぎたよ。作ったものというのは自分に返ってくるということなのでしょうか。ほっ、あ、くそ、くー、いい感じで出られたと思うけど、もうちょっと高さいるねあれ。ここさえでも突破できればいける。ほっ、あー、ダメ、よし、オッケー、よしよしよし、オッケー、来た、うわー難しかった。まあここはあれですね、あの天井が当たり判定がなければそんなに難しくはないとは思うんだよね。あったらちょっときついけど、そこだよね、そこをちょっと確かめたいけど、そのやらしい形のハリちゃん、全く原作通り、あ、天井大丈夫そうだな。ってことはとりあえずそこ突破できればあとはゴールインって感じかな。よっ、あー、そこがもうこの辺から、よし来た、あ、オッケーオッケーオッケー、行くよ、ターンターン、オッケーオッケーオッケー、ターンターン、お、あ、あそこでミスるとは思わなかったな。しかし、よ、
よし、行くよ。タンタン、オッケー。タンタン、あ、嘘、なんで2回目？このステージ難しいじゃないの。よし、タンタン、よし、タンタン、オッケー。タンタン、オッケー。タタン、オッケー。取れたぞ。連射機ゲット、スペースキーで使う。ちょっと待って、とりあえず戻る。よ、あれ、あ、もしかしてこれって突破したことになるのかな。あ、ちょっと待ってください。これ一回セーブしますね。ほい。で、これボスかな。ちょっとだけ入ってみます。ボスだったらすぐにここに戻ってきます。とりあえずボスかな。とりあえずバックスペースキーの用意して。あ、ほい。あ、ボスだ。ちょっと待って。あ、ダメだ。始まっちゃった。じゃあ一戦だけで、戦おうと思ったけどなんか難しそうだ。またボスだね、これ。よし、ということで、ちらっと見えてしまいましたけども、ボス戦は次回のパートに回すとしまして、今回ちょっと気になることがありまして、まあそうですね、巻きルームにね、直行してしまいましたが、ルーミアルームを普通にこう上に上がっていったらどうなるのかっていうところだけ、試してみてというか、まあ攻略して、また多分ここに戻ってくるんだと思うんですけども、戻ってきて、そうね、終了にしましょうか。じゃあ一回ステージにもう一回最初からやり直します。さて、まあカットすると思いますが、じゃあカット。一応隠し宝石も探しつつは来たんですけども、ちょっと見当たらないですね。よ、よし、よ、オッケー。さて、帰ってきました。そしたら、よ、よし、でそこを渡ってネズミっちゃ、嘘届かない、もうちょいだったね。よ、よし、行くよ。よし、来た。オッケー。さて、こっからは、初めてですね。このカラフル順次では。隠し宝石がある可能性があるよね、こっちはね。どうしても怪しいから、多分みんな右下行っちゃうと思うんですよ。まあ、難しそうで引き返す方もいるかもしれませんけども。だから、なんか、この辺、あんじゃないかと思うけど、ないね。じゃあ素直にイーブイちゃんくぐって、よ、あ、しまった、高すぎたね。うわ、マジか、1000突破した。デス数が1000いっちゃったよ。あそこのでもイーブイちゃん超えれればいけたも同然なんだけど、あ、来た。でもここ左は怪しいね。行ってみようか。なんもない。このまま巻きルームがなくて突破できるって可能性もまああるんですけども、タンタン、よし、来た。え、あれ、嘘、今当たった。私としたことが油断してしまったぜ。まったく、よ、ここね。よし、 OK。 おお、目の前に宝石ちゃん来た。これ右行ける？え、嘘、待って、そこ壁ないの？でもやっぱりこのルートも行かなきゃいけないルートってことですよね。そうするとね、よ、よし、取ったら入る。あー、なるほど。どちらにしても巻きルームは普通に進むとスキップされるわけですか。隠しルームとして存在してるってことね。懐かしのステージに、楽しかったぜ。よし、では次回はですね、このワープホールに入って、先ほどちらっと見えました、なんというかいびつなボス戦を、攻略していきましょう。あれは何なんでしょうね。まあ、懐かしいってことは、なんか私の作ったボスがみんなこうなんかくっついちゃったみたいな感じなんでしょうか、わかりませんが、はい、次回頑張っていきたいと思いますですね。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。